どうも、海老蔵でーす。今回は、味なめろうの巻でーす。お客さんがいる営業時間でやってますので、なるべく早めにやっております。でですね、通常の、水洗い、鱗取り等は一切やりません。生け物で、お客様の目の前で、生きたものをお出しするので、内臓のついたまま、鱗のついたまま、さばいていきます。アジラメロウという、商品の説明は下の通りです。はーい。はーい。でですね、腹ぼかいていきまーす。で、小骨を、包丁で取っていきます。結構難しいんですね、これね。焦ってる時には、特に、はい。身が小さいのでね、包丁で身を削らないように、繊細な、作業ですね。で、皮を引いていきます。内心ちょっと焦ってます。はい。で、成功です。これ成功で、続きまして腹棒を描いていきます。で、小骨を包丁で取っていきます。で、続いて皮引いていきまーす。お、うまくいくか。お、あー、ちょっと失敗です。で、包丁で修正していきます。ね、臨機対応な感じで、なんかちょっといい感じにできてますね。で、長ネギを刻んでいきまーす。次、大葉を刻んでいきまーす。続いて、アジを粗みじんにしていきますね。生け物なので、身がプリプリしてるんですよ。死んだものではないので、できるだけ、粗く粘りが出るまで叩くということは一切しません。で、続いて、味噌を投入していきます。で、ここも粗みじんでいっていきます。オーダー取ったら、すぐに、味をさばいているので、できるだけ早めに。で、盛り付けに行きます。台の妻を置いて、その上に、さばいた味を乗っけていきます。この状態でもまだ生きている状態ですね。はい。エラーというか、釜の部分がピクピク動いている状態で盛り付けていきます。で、最後に混ぜて、山にして、大葉の上に乗っけていきます。で、最後に赤目と生姜を添えて、
完成です。これでお客様のもとに。よろしければ海老蔵です。よろしくお願いします。